月日野はランドセルの中、幽霊でもない妖怪でもない、それ以外の何だかわからないものがこの世には確かに存在する。そいつらは私たちの日常のごく近いところにいるらしい。普段は見えないだけなのだ。なぜそこにいるのか、何をしたいのか、正体は何なのか、まるでわからない。だけど確かにいるのだ。ほら、その台所のゴミ箱の影なんかに。まさしは野菜が嫌いだった。でも給食を食べ残すと先生に叱られてしまう。そこでビニール袋を持っていて野菜を詰め、こっそり捨てることにした。ランドセルの中に入れておいて、学校の帰りにどこかへ捨ててしまえばいい。この作戦はとてもうまくいった。これに気づいた隣の席の吉尾が真似し始めたぐらいだ。みんな野菜は嫌いなのだ。ある日学校の帰り道、いつものように給食の残りを捨てようとしてランドセルの中を探ったら袋がなかった。ビニール袋が破れて中身がこぼれてじゃなくて、袋ごとなかったのだ。ランドセルへ入れ忘れたのかな。まさしは考えた。だとしたらこれはちょっとまずいことだぞ。もしあれが先生に見つかったらこっぴどく叱られてしまう。まさしは慌てて学校へ戻り、自分の机の周りを探してみた。でもなかった。変だなあ。あくる日、ひょっとして先生に全部バレてしまったかもしれないとビクビクしつつ学校へ行ったけれど、先生も誰も何も言わなかった。まさしはますます不思議だった。じゃああの野菜はどこへ行ったんだろう。その日の給食にも野菜はきっちり出てきた。しかもまさしの大嫌いな八宝菜だ。ドロドロした野菜なんて最低だ。まさしは野菜を残らずビニール袋にぶち込んで、今度は間違いなくランドセルの底に入れた。しかし帰り道、ランドセルから野菜袋は消えていた。なんで？確かに入れたはずなのに。まさしは川の土手に座り込み、ランドセルの中身を全部出して徹底的に捜索した。教科書やノートの間に挟まっていないかもチェック。袋が破れて中身が出てしまってもその跡は残っているはず。ない、何にもない。不思議だった。次の日、給食に嫌いなものは出てこなかったので、まさしはパンを半分ちぎってビニール袋に入れ、ランドセルにしまった。そして放課後、ランドセルの中を覗いてみると、パンは袋ごと消えていた。やっぱり、まさしはうなずいた。まさしはあくる日も、またあくる日も同じように試してみた。やっぱり給食は消えていた。給食以外にも試してみた。結果は同じだった。お菓子を入れてみても、果物を入れてみても、お菓子の袋ごと、果物の皮ごとランドセルの中からなくなってしまっていた。まるでランドセルが食べちゃったみたいだ。そんな思いで空のランドセルをしげしげと覗き込むと、まさしはあることに気づいた。ランドセルの底が暗い。何か黒い霧がかかっているように暗いのだ。なんだろう。まさしは手を入れようとしてハッとした。何かいる。ランドセルの底に檻のようにたまった影の中に何かがいた。何なのかはわからない。でもそれが食べ物を食ってしまったに違いなかった。そうだったんだ。まさしは納得がいった。それが何なのか、なぜまさしのランドセルに住み着いたのか、そんなことはどうでもよかった。餌をあげなきゃ。それからは給食の残りはもちろん、手に入る食べ物はみんなランドセルに入れてやった。それは食べ続けた。そしてランドセルの底の影は少しずつ濃くなっていった。そんなある日、キャー、昼休みの教室に女の子の悲鳴が上がった。ヤスシが小鳥の死骸を持って女の子を追いかけ回している。ほれほれほれ、ヤハハハハ、いやーもうやめて。まったく、こう泣き島にも泣き出しそうな女の子たちを見て、ヤスシはご満悦だった。まったく、こいつと来たら最低のやつだ。
下品で乱暴で弱い者いじめばかりしている。あの小鳥だってきっと康が石でもぶつけて殺してしまったんだろう。顔を歪ませている正の目の前へ小鳥がべしっと投げつけられた。ひゃー、思わず飛び上がる正を見て康はまたひときわ愉快そうに大笑いした。文句の一つも言ってやりたいところだが、そんなことをすれば後でどんなひどい目に遭うか分かったもんじゃない。ただでさえ正は日頃から康に目をつけられ何かと嫌がらせをされているのだ。康は笑いながら教室を出て行った。正はその小鳥を埋めてやろうと羽をつまみ上げた。しかしその時ふとランドセルが目に留まった。そういえば肉はやったことない。それには野菜とかお菓子とか果物ばかりやっていた。こういうのも食べるかな、ちょっとした好奇心だった。マサシは小鳥の死骸をそっとランドセルの中へ滑り込ませた。それはすぐに小鳥を食った。嬉しそうに食った。ポリカリと小鳥の骨を噛み砕く音がした。そう、おいしいんだ。マサシも笑った。それからはマサシはそれに肉もやるようになった。川べりを歩いていると魚やカラスの死骸が時々あって、そんなものもそれは喜んで食った。そういうものがなかなか手に入らないときは虫とかカエルとかでもよかった。生きているものを食べるときそれはとても喜んだ。でもさすがに野良猫とかを捕まえてやるということはマサシにはできなかった。だって虫とかカエルのようにはいかないだろ。マサシはランドセルの底に話しかけた。この頃はそれの気持ちがよくわかるようになった。嬉しい時、不機嫌な時、餌をねだる時、ランドセルの底にたまった黒い影の中からそれの気持ちがマサシに伝わる。マサシは友達ができたとまではいかなくても一人ぼっちじゃない感じはした。学校じゃ友達を作る前にいじめに遭う毎日だった。いじめられることより味方がいないことの方がつらかった。でも今はそれがいつもそばにいる。自分と気持ちの通じ合うものがいつでも自分のそばにいてくれるのだ。マサシはそれを大切にしたかった。だから空き地に猫の死骸を見つけたときは小躍りしてしまった。大物だぞ。マサシは積まれた土管の陰に死骸を引きずっていき、ランドセルの中身を出して口のところを死骸に向けた。するとランドセルの中から影がゆっくりと伸びてきて猫の足をつかみずるずると中へ引きずり込んだ。ガリガリボリボリと嬉しそうに音を立て、それはたちまち猫を平らげてしまった。マサシも嬉しそうにその様子を眺めていた。ランドセルの底の影はまた一段と濃くなった感じがした。木枯らしが吹き始めたある日、その日ヤスシは何か気に食わないことがあったらしく、ことのほかご機嫌斜めだった。ヤツはその鬱憤を誰かれ構わず朝からぶつけ、ぶちぶちねちねちと口攻撃をしていたが、給食の頃その矛先はマサシに向いた。マサシ、お前何野菜だけ残してんだよ。え、ああ、これは。思わず口ごもってしまったマサシに、ヤスシはここぞとばかり突っ込んできた。残してどうするつもりだよ。え、ほら全部食えよ。ほら見ててやるから食ってみろよ。ヤスシはヨシを押しのけてマサシの隣に座り、ニヤニヤと嫌な笑いを浮かべた。どうしよう。マサシは焦った。今日に限って大嫌いな八宝菜だ。こんなものは食べたくないし、第一これはあいつにあげなきゃならない大切な餌なのだ。どうしたよ。ほれ食えっつってんだろ、食えよ。ほら、ヤスシは調子に乗ってますます凄んできた。ヨシオも周りのみんなもどうしていいか分からずに固まってしまっている。マサシもどうしていいか分からず固まってしまった。いつまでもじっと動かないマサシにヤスシはとうとう切れた。なんとか言えよこいつ。そう叫ぶとヤスシはマサシを突き飛ばした。あっ、マサシは椅子から転げ落ち、その拍子に給食のトレイをひっくり返してしまった。ビシャッとマサシの服に八宝菜が飛び散った。ギャッハッハッハッ、
きったねえバーカ。それを見てやさしはやっと満足したようだ。笑い転げながら教室を出ていった。俺のせいじゃないもんねーだ。牛乳瓶が倒れてそこら中牛乳で真っ白気だ。八宝菜のあんと混ざってひどいことになっている。まさしはそれを一人で掃除した。誰も手伝ってくれなかった。まさしを助けたなんてやさしに知られたら自分がいじめにあってしまう。まさしにはみんなの気持ちが分かった。無性に悲しくなった。雑巾をかける手に涙がポロポロこぼれる。みんなが悪いんじゃない、やすしがいるのが悪いんだ。冷たい風が吹いていた。夕焼けが真っ赤に染まっている。その日の夕方、まさしは土手に座り込んで赤々と燃える空を長い間見つめていた。日が短くなって放課後の校内はすぐに薄暗くなった。廊下も教室も悪い夢の中のような暗さに陰っている。やすし君。暗い廊下の奥から声をかけたのはまさしだった。お前か、なんだよ。やすしは振り向くと偉そうにふんぞり返った。まさしはちょっと口ごもってから言った。僕の宝物をあげるからもういじめないでくれる。やすしはちょっと目を向いたがすぐにニヤニヤした。へえ、宝物ね。なんだよ。すごく珍しいものなんだ。きっとやすし君も今まで見たことないと思うよ。なんだよ、はっきり言えよ。物によっちゃいじめないでやってもいいぜ。やすしはますますニヤニヤした。持ってきてるんだ、こっちへ来て。まさしがそう言うとやすしはあっさりついてきた。まさしはやすしを音楽室へ連れて行った。音楽室にはオレンジ色の夕日が差し込んでいた。その光が明るい分だけ影の部分がひときわ真っ黒く沈んでいる。その暗い部屋の隅のピアノの椅子の上にランドセルが一つ置かれていた。まさしはそれを指さしていった。あの中に入ってるんだ。見てみて、気に入ったんならあげるからもう誰もいじめないでよ。まさしはお願いしてみた。そんなの見てみなきゃわかんねえよ。偉そうにそう言いながらもやすしはまさしにこんなふうなお願いをされたことが愉快で仕方ないといった感じだった。いそいそとランドセルを見に行った。まさしは音楽室を出てドアを静かに閉めた。そしてやすしはいなくなった。大人たちは何かいろいろ騒いだようだけれど、子供たちにはそんなこと全然関係なかった。むしろ乱暴者がいなくなってまさしのクラスのみんなはほっとした感じだった。まさしにも話しかけてくれる友達ができた。まさしんちはなんかペットとか飼ってんのか。うさぎ小屋の掃除をしながらよしおが言った。まさしは残念そうに首を振った。こないだまでいたんだけどさ。死んじゃったのか。わかんないんだ、急にいなくなったから。もしかしたら死んじゃったのかもしれない。まさしは苦笑いした。変なもの食べさせちゃったから。